皆さんこんにちは。フランと拓也です。今回は沼津市西熊堂にあるボロボロな破壊兵器を紹介します。この交差点の柔道路斜塔として、コイトノンショクルーバー付きがありますが、黄色の庇がバックれています。ルーバーないから遠かまる見えですね。やべえ！別アングル写真です。まだ終わらんよ。また、この交差点に設置されているルーバー信号機の種類は多く、全色ルーバー付きのものや、青だけルーバー付きのものや、点在視覚制限があります。やっぱりここの交差点でも本気を出してたんですね。また、一気のみ包丁未遂も設置されています。これもボロボロですね。主道路にはオマルが設置されています。歩道は初代おにぎりです。西熊堂交差点から東へ向かうと、LED 鉄板矢印があります。ついでに撮影もありですね。今回の動画はここまでです。ご視聴ありがとうございました。